本日は、頻発するセキュリティインシデント、ヤマハ UTX の対策にご参加いただきましてありがとうございます。ヤマハ株式会社コミュニケーション事業部の馬場と申します。お時間になりましたので、ウェビナーの方を開始させていただければと思います。本日はですね、私から30分ほどご説明をさせていただき、ウェビナーの後半にですね、質疑応答の時間を設けさせていただいております。ではですね、そろそろ発売1年になります、ヤマハの UTM、UTX100、UTX200 ですが、おかげさまで、ご好評いただいております。今日はですね、ヤマハネットワークイノベーションフォーラムという先日 SSK さんのイベントで使用した資料をもとにですね、昨今発生しているセキュリティインシデントの対策を考えていきたいと思います。セキュリティインシデントの内容ですが、完全にちゃんと情報を得ているわけではなく、一部推測も含まれておりますので、そこら辺のところはご了承いただければと思います。私ですね、改めて馬場大輔と申しまして、ヤマハのマーケティング&セールス部、国内営業部の方に所属しております。ヤマハのセキュリティアプライアンスですね、UTX の戦略企画の方を担当させていただきまして、現在は UTX のプロモーション、プリセールスの方を担当させていただいております。まずですね、UTX の製品の概要ですが、ハードウェアとして初年度ライセンスが付属した UTX100、UTX200 の2機種がございます。また延長用のライセンスはそれぞれ1年から5年をご用意させていただいておりまして、ライセンスはですね、サポートサービスが付属した1種類のみというシンプルで分かりやすいライセンス体系とさせていただいております。 UTX のですね、ハードウェアには初年度1年分のライセンスが付属しておりますので、5年ライセンスと合わせて最長6年間のセキュリティライセンスを当初からご導入いただくできるようになっております。今日ですね、皆様にお伝えするこちらにまとめさせていただきまして、ご覧いただいているように4つのセクションでお話をさせていただきたいと思います。まずですね、 UTX の機能概要の方から、企業ネットワークのセキュリティ課題ですね、外部からの脅威と内部からの流出、その2つがあると思いますが、UTX はですね、ファイアウォール等により外部からの脅威、アプリケーションコントロールなどにより内部からの流出、そのどちらにも対応している UTM となります。こうしたですね、企業を脅かすさまざまな脅威に素早く対応するためにですね、ヤマハは世界的なセキュリティ企業であるチェックポイントさんとですね、アライアンスを結びまして、チェックポイントのセキュリティエンジンを UTX に搭載させていただいております。続きましてですね、本日の主題であります近年流行のセキュリティ脅威を見ていきたいと思います。こちらですね、国内のマルウェアの検出数なんですが、2019年下半期以降ですね、リモートワークの普及に影響されているのか、70% と非常に高い伸びを示しております。こちらですね、 IPA が出している情報セキュリティ重大脅威の2019年から2021年までの1位から5位ランキング形式で並べたものになりますが、ここからですね、いくつか特に注意していただきたいサイバー攻撃についてお伝えをいたします。まずですね、注目していただきたいのが2021年の1位に上っているランサムウェアによる被害です。2019年では3位、2020年では5位という形でですね、近年従来ですね、主流だった標的型攻撃では中小企業がわざわざ狙われるっていうケースはですね、正直多くはなかったのですが、今被害が広がっておりますですね、ランサムウェアでは、無差別絨毯爆撃で侵入可能なセキュリティの穴のある企業がターゲットとなりますので、今までのような自社を狙うような、人はいないだろうというですね、姿勢が通用しなくなってきているっていうのがですね、このランキングからも見て取れるかなと思います。ランサムウェアというのは PC などに保存されているファイルを暗号化して、使用不可能にする手法なんですが、復旧と引き換えに身の代金として金銭を要求される場合が、一般的に非常に多いです。それではですね、今回1位に上がっているランサムウェアの手口の変化についてもですね、少しお話をしていきたいと思います。従来のですね、ランサムウェアと、近年2021年以降に流行するランサムウェアの大きな違いはですね、二重強化作ったランサムウェアというのが一般的になってきた点かと思います。二重強化型のランサムウェアはですね、従来のランサムウェアと同様にコンピューターに感染するタイプのマルウェアであります。
しかしですね、二重恐喝型ランサムウェアは、感染したコンピューターのデータを暗号化する前にですね、コンピューターに保存されているデータをインターネット経由で接収します。この段階で攻撃者は暗号化前のデータをすでに手に入れています。で、攻撃者がですね、コンピューターに保存されてデータを接収すると、次はコンピューター内にあるデータを暗号化します。この段階でコンピューターの正規利用者はですね、暗号化によりデータが読み取れなくなります。まあ、次に恐喝者は、第1弾の恐喝としてデータを複合させるための身代金を要求します。まあ、ビットコインなどの仮想通貨や金銭を要求し、攻撃者の口座に振り込めば復元のためのパスワードを送信するといった流れになっております。まあ、ここまではですね、従来のランサムウェアと同様の手口です。しかしですね、二重恐喝型ランサムウェアでは、次の第2弾目の恐喝をここで実行いたします。第1弾の恐喝によりましての際にですね、身代金の支払いに応じなかった場合は、次に第2弾の恐喝として、コンピューター内に保存されているデータを公開すると脅迫します。この場合、摂取されたデータは攻撃者が運営するウェブサイトやダークウェブなどで公開されることが多いようです。まあ、実際にデータを摂取したことを証明するために、摂取されたデータの一部を公開したり、コンピューターの暗号化に失敗した場合でも、データだけを公開すると脅迫して、身代金を脅迫するといったケースもございます。まあ、近年ですね、有名な二重恐喝型ランサムウェアの被害としては、ゲーム会社のカプコンさんの被害が挙げられるかと思います。では実際にですね、ランサムウェアの被害事例について見ていきたいと思います。まあ、2021年10月、徳島県町立半田病院がですね、ランサムウェアに感染いたしました。まあ、プリンターから大量に印刷された紙に、英語でデータを盗み暗号化した。復元してほしければこのサイトにアクセスするなどと書かれていたそうで、まあ、犯人はですね、ロシアのロックビットというマフィアだと言われています。まあ、人口ですね、8000人ほどの半田町なんですが、8万5000人分の電子カルテが一覧できなくなり、新規患者の受け入れを停止したそうです。まあ、ここの病院ですね、半田町人口8000人ほどなんですが、その他の地域の患者様も多く受け入れてたですね、大きな基幹病院ということで8万5000人分ということで聞いております。まあ、それに加えてですね、電子カルテシステムと連携した検査システム、画像システム、診療報酬システムなども使用することができなくなってしまいまして、まあ、バックアップサーバーもですね、用意していたようなんですが、バックアップサーバーもネットワークから切り離したものも、すでに感染してしまったものと見られています。約1ヶ月後の11月ですね、町立半田病院さんですね、犯人が復元の代わりに要求する身代金を支払わないことを方針を決めたというふうに、分かりました。まあ、2億円かけまして、新システムに切り替え、ゼロからカルテを再構築するとのことです。まあ、町長はですね、支払ったとしてもですね、データが 100% 復旧できるとは限らないし、少しでも通常の、体制に戻さなければならないとお話しされています。まあ、町長の言う通りですね、支払いに応じてもデータが完全に復旧されるとは限りませんので、まあ、ランサムウェアに感染しないように対策することが、まあ、大切なのはもちろんですが、もし感染してしまったとしても身代金を支払わないといったことが推奨されるかと思います。また最近大きなニュースではですね、トヨタ自動車国内全工場停止につながるサイバー攻撃も発覚しております。まあ、サプライヤーさんへのサイバー攻撃でトヨタ自動車の工場が全部停止と、まあ、2月26日の21時過ぎにですね、小島プレス工業様のですね、社内サーバーが停止を検知し、まあ、翌日小島プレス工業様のですね、サーバーが全部停止し、ネットワーク遮断を行ったということです。で、28日にはですね、トヨタ自動車さんが国内全工場の停止を発表ということで、まあ、こちらですね、ピオログさんというですね、こういったセキュリティインシデントが発生するとですね、非常にいち早くこうした経緯の情報を取りまとめされているサイトがありまして、まあ、こちらの方からですね、今回公開さ情報をいただいて掲載させていただいているんですが、まあ、非常に素早くですね、対応されていまして、まあ、復旧も早かった、まあ、全工場の停止につながったということで非常に大きなインシデントであったんですが、まあ、対応としては素晴らしいものだったのかなと、まあ個人的には考えております。
こちら、ピオログさんのサイトですね、こうしたトヨタさんの事例に関わらず、ウクライナのリードス攻撃だったり、まあ、いろんなですね、情報流出などのインシデントまとめております。私もよく参考にさせていただいておりますので、ぜひですね、ウェビナーの後、よろしければご覧いただければというふうにも思います。はい。まあ、こちらの事例なんですが、現時点で私が把握させていただいている限りでは、まあ、情報の外部流出というお話は聞いておりませんので、二重恐喝型ではなく、旧来のデータ暗号化による身代金恐喝型のランサムウェア、もしくはですね、情報流出の部分だけは UTM などで防げたケースではないのかなというふうに推測しております。まあ、実はで、まあ、単純なですね、暗号化から身代金恐喝型のランサムウェアっていうのはですね、UTM だけではなかなか検知しにくいのかなと思います。まあ、ランサムウェアの侵入経路ですね、UTM は出入り口の対策になりますので、そこの出入り口経由、インターネット経由には限りませんし、まあ、今回のケースも侵入経路についてはですね、まだ正直情報がございません。まあ、二重恐喝型であれば、外部のですね、コマンド&コントロールサーバーと呼ばれる、まあ、恐喝者側のですね、サーバーに情報を送信するために、まあ、インターネット経由、UTM を経由した通信を行いますが、暗号化するだけだと、外部通信はですね、暗号化完了しないと、まあ、発生しませんので、まあ、小島プレス工業様もおそらく何かしら UTM などですね、導入されていたと思いますが、まあ、UTM では防げなかったケースというのが、まあ、今回正直なとこなのかなと思います。ただですね、UTM があれば、感染しても外部への情報流出はかなりの角度で防ぐことができると思いますので、まあ、情報流出というですね、最悪のケース、そちらの方は防止できたんじゃないかなと思います。まあ、今回のようなインシデントですね、取引様の情報が流出したとなりますと、企業業績にですね、かなりの影響を与えてしまったインシデントだと思いますので、まあ、UTM があったことで、まあ、通信を監視、多重防御したことで最悪の事態が防げたケースだという可能性もあるかと思いますので、まあ、UTM の重要性ですね、まあ、これからですね、動き説明させていただきますが、まあ、こうしたインシデントが起こったとしても UTM の重要性というのはやはりあるかなというふうに思います。まあ、こういったランサムウェアですね、含むセキュリティ被害ですね、大手企業さんや重要なデータを持った企業だけが狙われているわけではございませんで、まあ、攻撃者はですね、一般的に自動でランダムにマルウェアを投げ続けています。まあ、そして対策に弱いネットワーク、システムを持った企業が感染するという状況です。まあ、今回のですね、小島プレス工業さんのインシデントですね、トヨタ様への侵入を試みたサプライチェーン攻撃ではなくですね、こうしたランサムウェアを投げ続けた結果、たまたま小島プレスさんという可能性もあるかなというふうに思います。まあ、中小企業を踏み台にしたサプライチェーン攻撃といったですね、中央取引先に侵入するための攻撃というのが昨今増えておりますが、まあ、こういったですね、インシデントが起こるとですね、情報流出発生すると、まあ、非常に大きな被害が発生するということで、まあ、どのような企業様にとってもセキュリティ対策、今後しですね、やはり重要になってくるかと思います。はい。では続いてですね、中小企業を狙った攻撃ということで、まあ、サプライチェーン攻撃の説明をさせていただきます。まあ、従来ですね、ターゲット型攻撃というと、大企業さんが攻撃の対象となることが非常に多くてですね、まあ、ただセキュリティ対策が万全な大企業の侵入というのは非常に困難です。まあ、そこでですね、大企業と関連のあるですね、ターゲットアプリの開発元や取引先中小企業や支店を攻撃し、そちらを経由して本来のターゲットである大企業を攻めるというですね、いわゆるサプライチェーン攻撃という手法も増えてきております。まあ、このサプライチェーン攻撃の恐ろしいところですね、最初に被害を受けた子会社、中小企業が攻撃者に加担して踏み台となってしまう恐れがあることです。まあ、万が一ですね、被害が発生した場合には損害賠償請求や社会的信用の低下につながりまして、ビジネスにも大きな影響を及ぼしてしまう可能性がございます。まあ、そのためですね、今後中小企業のネットワークにおいてもですね、これまで以上にセキュリティが大きな課題になってくるかと考えております。一昨日もですね、デンソーさんのドイツ支店でのマルウェア感染が報告されていましたが、まあ、これもですね、支店経由でデンソーさん本体へのですね、侵入を試みたサプライチェーン攻撃の可能性もあるかもしれません。まあ、いろんな形でですね、まあ、最近インシデントが立て続けに発生しておりますので、さまざまな流、さまざまな手法でですね、まあ、攻撃者がいろんな穴を探して攻撃してきているというですね、現状かと思います。
ではですね、ヤマハルータ、UTX、UTM の比較ということで、我々の持っているセキュリティのソリューションをご紹介していきたいと思います。まあ、従来のヤマハ製品のルーターで対応していたですね、セキュリティ機能ですが、ルーター単体ではですね、ファイアウォールと IDS で入り口対策をすることができるようになっていました。さらに RTX830NVR700W の2機種では、DPI を組み合わせることで、アプリケーション制御を追加することができるようになっています。また、FWX120 と YSL-MC120 を導入いただくことで、アンチウイルスと URL フィルタリングをカバーすることができます。まあ、でもですね、こちらでも現在のランサムウェアが蔓延している、はびこっている状況では、まあ、正直十分とは言えません。まあ、そこでですね、UTX を導入いただくと、アンチスパム、アンチボット、IPS など多彩なセキュリティ対策が加わりまして、ランサムウェアなどさまざまな攻撃に対して強固な守りを固めることが可能になりますので、UTX の多層防御というのが、まあ、今後ですね、重要になってくるかなと考えております。ではですね、各セキュリティ機能の実際の動きを簡単に見ていきたいと思います。ルーターはですね、外部からのアクセスに対しては、ファイアウォールと IDS で遮断することができます。それに加えてですね、ファイアウォールをすり抜けてしまうような正常を装った通信でも、UTX は IPS の通信内容を監視して、通信内容に不正な動きがあれば検知して遮断をいたします。まあ、導入したユーザー企業様にお伺いすると、MAX ピンサイズや TCP アジェントデータエンフォースメントなどがよく検出されているとのことで、UTX はパケットサイズの大きなピンをブロックしたり、URG フラグのついた TCP パケットをブロックしておりまして、まあ、外部からアタック、防いでくれているものかと思われます。またですね、URL フィルタリングの機能ですが、まあ、URL フィルタリングというと、許可リスト、不許可リストのような形のようなものを想像しがちですが、UTM の場合はですね、Web レピテーションと呼ばれるようなセキュリティ上の脅威や不適切なコンテンツを含むカテゴリーを遮断、そういった機能も搭載されています。まあ、この機能によりまして、ユーザーのアクセスは適切にコントロールされます。もし不適切なコンテンツやセキュリティリスクのあるサイトへのアクセスが疑われた場合は、アクセスを遮断でき、従業員の方が危険サイトへアクセスしてしまうリスクを抑えることができます。また、アプリケーションコントロールの機能もですね、アプリケーションの通信を制御するのみならず、初期設定でセキュリティ上の脅威となる可能性のあるアプリケーションや、マルウェアの通信を遮断するように定義されています。まあ、ルーターはですね、外からの侵入に対してある程度防御はできますが、内部からの流出には対応できません。UTM にはアンチボットの機能がございますので、感染した場合でも社外への怪しい通信を検知し、流出を防ぐことができます。通信をチェックし、問題なければ通します。また怪しい通信を検知しましたら、対象端末の IP アドレスを通知しますので、実際にウイルスが感染しているかどうかをアンチウイルスソフトなどで検査して、感染していれば駆除するといった形でですね、対応することが可能になります。ウイルスやですね、侵入は様々な経路と方法で侵入してきようとしますので、100% 防ぐのは正直なかなか難しいですが、万が一侵入されまして感染してウイルスソフトをすり抜けていたとしても、アンチボット機能があれば流出を防止し、感染に気がつくことができるようになります。アンチボットはですね、IP アドレスや URL など過去の実績と照合してボットかどうかを判断いたします。これらはですね、HTTP 通信や DNS に限らず、標準外のポートやプロトコルでもボットの活動を検出します。まあ、こうしたセキュリティ情報はクラウド上のですね、スレッドクラウドというものから随時アップデートされておりますので、最新の脅威にも反応できるようになっております。またですね、メールセキュリティの方ですが、アンチスパム機能で疑わしいメールをブロックしたりですね、まあ、警告を出すことによりまして、メール経由での侵入を防ぎます。まあ、感染の結果、それによりまして発生する情報流出などセキュリティ被害を、まあ、予防することができるようになります。まあ、POP3、IMAP 系のメールサーバーをご利用であれば、アンチウイルスで添付ファイルの検査もされます。
圧縮されている場合はですね、ハッシュ値を確認することで、スレッドクラウドに登録済みのウイルスであれば、弾くことができます。もちろんですね、安全な、しっかりとチェックされた後、安全な通常のメールはユーザーに普通に届きます。まあ、スレッドクラウドと先ほどからですね、呼称しておりますが、UTX シリーズはですね、チェックポイント所が世界中で動作するセキュリティゲートウェイから収集した脅威情報を反映させたですね、スレッドクラウドというですね、システムと連携することによりまして、日本のみならず世界各地で発生したさまざまなセキュリティインシデント情報を素早く反映し、最新の脅威に備えることができるようになっております。チェックポイント社はですね、世界初のファイアウォールを発売したことでも知られる世界的に有数のセキュリティ企業です。世界中の何億ものセンサーから得られたデータをもとに AI ベースのエンジンとチェックポイント社に独自のデータを加えて強化しておりまして、この非常に強力なですね、脅威インテリジェントデータベースをバックに持っていることによりまして、 UTX もですね、未知のマルウェアをいち早くキャッチし、お客様に最高レベルのゼロデーに近いですね、対策を提供することができるようになっております。ではですね、テクニカルの話が続きましたが、最後にですね、サポート、運用の話をさせていただければと思います。こういったですね、セキュリティ環境の中でですね、さまざまな対策が求められているかと思います。ヤマハ製品は、ルーター、スイッチ、無線アクセスポイント、ネットワーク監視サービスの YNO とですね、大手企業様や多店舗展開されているような小売店の様などの企業でも採用していただいておりますが、最も多くのヤマハユーザーといえば中堅中小企業の方々で、そうしたですね、多くはですね、ネットワーク専任担当者もいらっしゃらないですね、企業様も多数ではないかなというふうに我々は考えております。販売されているですね、販売店様の方もビジネス本やPC などさまざまな IT 機器の取り扱いがある中で、最新のネットワーク機器のですね、情報をキャッチアップし続けて大変だという方も多いかと思います。セキュリティ製品 UTM の企画に際しましては、さまざまなですね、方にヒアリングさせていただきましたが、検討するにあたっての資料や情報が少なかったり、導入したのはいいけどレポート機能が不十分で動作状況を見にくかったり、サポートの仕組み経路が複雑で、サポート受けるのに時間がかかる、トラブル対応に手間がかかってしまうなど、さまざまなお声いただきました。ヤマハとしましては、ヤマハ製品と一元管理、一括サポートができる UTM をご提供することで、こうした課題解決させていただくことができるのではないかと考え、UTX シリーズ、企画販売させていただきました。UTX ですね、最初に説明した通り、分かりやすく一種類のライセンスのみとなっておりまして、こちらのライセンスにサポートも付属しております。UTX ですね、セキュリティレポート作成機能も内蔵されておりまして、こうしたレポート機能、別ライセンスになっている UTM も多いと聞いておりますが、内部で生成できます。またですね、それに加えまして、定期的に E メールで配信するセキュリティレポート配信サービスも付属しております。どうした脅威を検知したかだけではなく、通信量はどういったアプリケーションが使われているかなどの通信状況も、こちらのレポートで簡単に確認できるようになります。またですね、UTX、ヤマハルーター、スイッチの組み合わせもサポートしております。ヤマハルーターとですね、他社製の UTM 組み合わせ使われる方も多いかと存じます。当然、他社製の UTM ですもですね、セキュリティや UTX 同様に守られて、安全なアクセスと侵入防止、実現できているかと思いますが、ワン接続用の機器がですね、ルーターと UTM、別メーカーですと、問い合わせ先が2つに分かれてしまいまして、障害が起こると問い合わせるために自力で切り分けをしなくてはならないであったり、保守も UTM 側で別途加入する必要があったりしまして、管理が複雑になり、コストも高額になりがちっていったこともあったかと思います。ヤマハ UTX をご導入いただければ、ネットワーク機器ベンダー統一に伴いまして、切り分けの工数を減らすこともできますし、ヤマハルーターとの VPN 接続も UTX はサポートしておりますので、保守、サポートに伴う問題点ですね、かなり低減できるんではないかなというふうに思います。加えてですね、UTX のセキュリティライセンスには、ご個人入社様向け専用窓口である UTX サポートサービスを設けております。UTX サポートサービスですね、
ヤマハ直営の窓口でございまして、ルータースイッチも含めたですね、ヤマハ製品との組み合わせのご利用についても一括でサポートさせていただいております。またですね、販売店様のみならずエンドユーザー様からの問い合わせにも対応しておりますし、加えて UTX ですね、遠隔サポートサービス機能を搭載しておりまして、 UTX サポートサービスが設定支援とトラブルシューティングを遠隔から行うこともできます。まあ、UTM 製品のサポートですね、販売店経由となるのが一般的で、メーカー直営のサポート窓口提供させていただいているところは少なく、エンドユーザーからの問い合わせに対応するところはより少ないと思いますが、 UTX はヤマハの他の製品と同様にですね、ヤマハルータースイッチのとも組み合わせるサポートを直接ご提供しております。また特筆すべきですね、ところとしては遠隔サポートサービスの提供があるかと思います。UTX ですね、お客様環境に設置された UTX にお客様の許可の上でサポートサービスから遠隔アクセスできる仕組みを備えております。まあ、トラブル時のログの確認はもとよりですね、各種設定変更の支援をさせていただくことができます。まあ、UTX 初期設定で日本企業に最適なセキュリティ対策が設定できるようになっており、分かりやすく設置しやすいというのは特徴なんですが、UTX を導入したらある通信をブロックしたとか、必要なサイトやサーバーにアクセスできなくなったなど、まあ、そういった問題が発生する可能性はございます。まあ、そうした際もですね、 UTX サポートサービスが必要に応じて設定変更の支援をさせていただき、トラブル解決をさせていただくことができます。また先出しセンドバックもライセンスに付属しております。まあ、先ほどご紹介した遠隔サポートと組み合わせまして、障害時には UTX サポートサービスが直接お客様の UTX の故障診断を行い、まあ、故障の可能性を確認しましたら内外機をですね、直接操作させていただきます。オンサイトオフィスコースですね、付属しておりませんが、障害発生時も素早く代替機をご提供させていただく先出しセンドバックまでが標準ライセンスに付属となっております。まあ、簡単にでありました UTX のライセンスに付属したサポートの仕組み説明させていただきました。まあ、こうした仕組みによりまして、 UTM の導入に伴うですね、お客様のさまざまな不安解消できればと考えております。エンドユーザー様に対しても直接のサポートを提供しますので、導入および運用に伴うですね、問題点や、まあ、いろんなエンドユーザー様の不安はですね、かなり解決させていただけるのではないかと考えております。またですね、販売店様の課題についても、ドキュメントが少ない、回答サポートが不十分ということであれば、まあ、ヤマハならではのですね、充実した日本語資料と直営サポート、窓口 UTX サポートサービスに素早い解決を実現いたします。ルータースイッチは分かるけど UTM はなちょっとなという方でも、ヤマハルータースイッチの組み合わせもサポートしますので、構築はもとより障害時の切り分けも格段に楽になります。まあ、UTM はそもそも設定変更とかいろいろサポートが大変でっていう場合でもですね、 UTX サポートサービスと遠隔サポートの仕組みをご活用いただくことで、素早いトラブル解決と設定支援を行わさせていただきますので、かなりですね、お手間が楽になるのではないかというふうに考えております。最後にですね、UTX ネットワーク強靭化キャンペーン、特化キャンペーンのお知らせをさせていただきます。現在ですね、まあ、弊社の代理店、まあ、ほぼ総代理店でございます SSK 社のですね、今期3月末までの期間限定でですね、ネットワーク強靭化キャンペーンを展開しておりまして、まあ、現在は販売店様に問い合わせると UTX100CM、UTX200CM といった品番が案内されることもあるかと思いますが、まあ、特化キャンペーン用の専用品番になりまして、まあ、お得な価格でお買い求めいただけるようになっております。まあ、通常の UTX100、UTX200 という品番の方もですね、現状特別価格が適用されておりますので、まあ、こちらの方でですね、ご購入いただくとですね、まあ、特化という状況でご提供させていただいておりますので、ぜひですね、これを機にご検討いただければなと思います。まあ、UTX ですね、従来のヤマ製品と比べると若干価格的に上のレンジの製品にはなりますが、まあ、機能性能はもとよりですね、
こうしたサポートという部分も勘案していただくとですね、12分以上の価値のある UTM に仕上がっているものと考えておりますし、実際に私も毎日ですね、お客さんご相談センターの問い合わせチェックさせていただいているんですが、非常にスムースにですね、問題解決させていただいているかなと実感しております。ぜひですね、ご検討いただければと思います。ではですね、そろそろお時間になりますので、アンケートのご回答の方ですね、お願いできればと思います。本日はどうもありがとうございました。またご質問ございましたらですね、お客様相談センターの方に、ウェビナーに関するお問い合わせということで、投げていただければですね、私の方からまた改めて回答させていただきますし、また個別にですね、製品説明聞きたいとかですね、案件があるんだけどということがあればですね、同様に、お客様相談センターの方にウェビナーに関するお問い合わせということで投げていただければ、個別の打ち合わせの場、設定させていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。